東口ホーム、藤川駅は、静岡県富士市中の里にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は c、c a 9運行形態の詳細は、東海道線を参照。現在の東海道本線にあたる、間接鉄道線の建設が決定した際、駅に関しては当初、宿場町単位で置く予定であった。ため、吉原宿の隣は、 神原塾のあったところに置くことになっていた。その間にある岩淵村は、身延山さん工藤寺への身延道が東海道から分岐する間の宿であり、正式な宿場ではなかったために、駅設置の予定されていなかった。しかし岩淵村では、地元の有力者が発起し、隣村であり、関節鉄道線が通っていた中の郷村へ、岩淵駅を設置するよう直接陳情を行い、 最終的に土地提供を行うことを条件にして、神原塾に代わってこの地に駅が設けられることになったのである。これには村内でも賛否両論があり、駅設置賛成派の暗殺も企てられたと言われる。結果として神原塾のあった場所には駅が設けられず、神原町ではその後に駅設置の請願を行って1890年5月16日に、 神原駅が設けられたが、由井宿と神原宿塾の双方の利便を図って、その間である関沢村に設けられたため、宿場町からは離れていた。かつて、神原宿塾のあったところの近くに駅が設けられたのは、1968年10月1日に、新神原駅が置かれた時であった。1900年に制作された、鉄道昇華第一周東海道編では、 この辺りを藤川における、源平合戦と美信からの海運を題材にして、以下のように歌った。十八鳥の羽音に驚き者兵家の話は、昔にて今は、汽車行く藤川を下るは、美信の,の帰り船日本系金属が、貫原工場への製品の搬出及び、行員の輸送を目的として九百四十二年二月二十七日に、岩淵駅日本系金属貫原工場間の、 専用鉄道免許を得たものである。2月30日に工事に着手し、資材入手難のため完成が遅れたが1943年4月に、竣工監査を終えることができた。機関車は、国鉄五型を1940年6月、小島栄二郎工業所より購入し1941年3月より、専用側線で使用していたもの。 もう一両は1941年12月、本営製作所製を入手し、専用側線で使用していたものを使用することとした。後院輸送用の車両は、元白宝鉄道が1.2ガソリンカーを国鉄より、払い下げを受け客車に改造し、さらに有害化車3両の払い下げを受け客車として、使用した。その後ディーゼル機関車に置き換えられた。DD102、DD103、DD DF1051984 年3月31日、廃止端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅。1.3番線が本線、2番線が副本線となっており、3番線の外側にもホームの内副本線が1線、ある。富士駅泊まりの一部の列車を富士川駅に改装して、 沼津方面に折り返す運用がある。これらのほか保線車両留置用の側線もある。なお、2014年3月改正ダイヤの時点では、2番線に発着する定期の旅客列車の設定はない。一部の改造列車や貨物列車が入線するのみとなっている。校内の東西を結ぶ、京上駅舎を備える。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、 新菅原駅、菅原,原駅、由井駅の3駅を管理している。駅舎内には JR 全線切符売り場、自動券売機が設置されている。かつては、駅周辺にある王子特殊市東海工場、岩渕製造所や野田藤川工場、本線に添い駅南にある日本系金属、菅原製造所へ続く専用線があった。静岡県東経年間によると、 2019年度の1日平均乗車人員は1480人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。過去には、富士急静岡バスの富士駅及び、神原病院、湯駅、沖津駅方面を結ぶ路線があったが、路線短縮を経て2021年4月2日廃止。注釈出店。ありがとうございます。